清水五条駅、清水五条駅は、京都府京都市東山区にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。旧正五条駅。駅番号は、KH38。当駅は1910年に、京阪線の終着駅として、開業、五条通りの南側の琵琶湖疎水の上に、駅舎が作られた。1915年に三条駅まで、延伸開業。 翌1916年から急行停車駅となったものの、太平洋戦争最中の1944年に急行停車は取りやめとなり、戦後の混乱期には駅の営業自体が休止されるなど、7条から3条間で唯一特急、急行が通過する時代が長く続いた。この当時、四条7条と違って、当駅は京都市電と交差していなかった。また、 この当時は鴨川は、現在より、川底が浅く1934年9月の室戸台風、翌1935年6月の鴨川大洪水では、鴨川が氾濫して、駅周辺も含めた大な被害を受けたことから、川底の掘り下げ工事が行われた。この工事は、太平洋戦争中も継続され、戦後に完成した。駅施設は、太平洋戦争末期。 1945年7月に防火帯とするために強制疎開し、さら地となった五条通り南側の空地と鴨川の間、琵琶湖疎水の上にあったが、1955年頃に事業化された五条通りの拡幅に伴い、その障害となる駅施設を五条通りの北側に移設の上、1959年、現在の五条大橋が竣工した。その後、 1967年、昭和42年に、大谷盆病の南側から山品を経由して、大阪山の手前で三条通りへ接続する五条バイパスが強用されるとともに、国道1号が、京阪京神線の走る三条通りから五条通に、変更さ幹線道路の役割を担うようになったこともあり、朝夕の混雑時を中心に踏切で、慢性的な渋滞が発生するようになった。 京阪線、東福寺三条間の連続立体交差事業が1975年、昭和50年10月24日に都市計画決定、1977年、昭和52年6月10日に都市計画事業認可、1979年、昭和54年3月20日に地下化工事機構式を行い、1987年、昭和62年5月に地下化された。 その後、二重工事が継続して行われていたが、同年7月の集中豪雨により白川の水が逆流し、仮設堤防を破壊して埋め戻し工事区画から三条駅へ浸水、さらに近く間の最深部にある五条駅に流れ、ホーム階が約1メートル浸水した。なお、二重工事は1988年5月までに終了し、地上の廃線後には、都市計画道路、 川端2が建設、強要された。改札内には、身体障害者対応の多目的トイレのほか、ホームとコンコース間には上下のエスカレーター及び、エレベーターも設置されたが、コンコースと地上の間については建設当初は上り、エスカーターのみが設置されていた。コンコースと地上の間に、エレベーターの設置工事は2009年に、着工。 2010年3月20日より使用開始された。その後コンコースとプラットフォーム会を結ぶのエレベーターの更新工事が行われ2018年にはエスカレーターの更新工事が予定されている。また改札の内側に売店が設置されていたが、その後閉店。シャッターが下ろされたままであったが、2008年頃にテーブルと椅子及び自動販売機が置かれたミニギャラリーが作られ、 駅周辺の観光地の写真が解説文と共に掲出されている。このほか清水寺の最寄り駅でインバウンド観光客が多いことから2017年12月22日に12、各国の通貨に対応した自動両替機が設置された。島式一面二線のホームを持つ地下駅である。五条大橋東沈め、川端通と五条通りの交差点の直下に位置する。 地上への出入り口は、交差点の四隅、東北、東南、南西、北西と、川端通り北へ、東側の5ヶ所を存在する。地下1階が改札及び、コンコース、地下2階がホームとなっている。改札口は1ヶ所のみで、コンコースとホームの間には、エレベーターと上下2機のエスカレーターが設置され、コンコースと地上の間には、上りエスカレーターと、 エレベーターが設置されている。トイレは地下火事に車椅子対応しおむつ、交換台などを備えた多目的トイレが設置され、その後オスメート対応設備も取り付けられた。駅ホームのカラーリングは、青治色、緑、五条坂に代表される陶芸の街を表している。上下線のホームとも有効庁は8両。重量連結にも対応できるように準備工事が施されている。 自動放送における編成長案内は2007年の列車運行管理システム更新時に2番線のみ挿入され2008年中に1番線でも実施されるようになった。駅の地下火事にコンコースフロアの壁面に幅2.6メートル高さ2.6メートルの壁が清水デライズが設置された。これは8000系8800系2階建て特急車の側面。 塗装変更以前や三条駅のコンコースに描かれている、時代祭行列図の作者に主教、友和の作品。地上から地下への出入り口にはエレベーターを除き、水害発生時地下構内への水の侵入を食い止める、金属製の床板が起き上がる、止水板が設置されている。駅構内は ITV により、モニターリングされ、駅事務所の防災管理板に表示される。 万が一の火災発生時には、防火防炎シャッターの制御、排炎機の運転、避難度確保のための自動改札機の開放、火災発生表示機の点灯、運転指令所への通報が自動、またはワンスイッチで行える。また、地下駅の構内でも、警察無線や消防無線が使えるように、無線通信補助設備や防災電話などが管理されていい。 急行以下の車種が停車するが、午前中と深夜を除き急行が京都府側で運転されなくなったため、実質各駅停車しか停車しない。日中は1時間あたり、準急、茅島駅で町柳駅間は各駅に停車が6本車する。東駅も、神宮丸田町駅と同様に、地下線区間内で通過列車の設定があり、上りは三条駅で、下りは、 丹波橋駅で、それぞれ特急、または、快速急行と連絡している。2009年11月10日の乗降人員は6,853人で、ある。近年の1日あたり、利用客数の推移は、下記の通り。五条大橋東詰めから東大寺通りにかけての、区間で、毎年8月8日から10日に、陶器祭りが開催される。1920年、 陸道鎮光寺にお精霊さんを迎えに行く人々、通称、陸道参りや大谷盆病、西大谷絵お盆の墓参りに行く人々に向けて、五条坂に店を構える陶器屋や窯元が、各々の店舗、工房ので、上り窯で出た二番品を並べ売ったのが起源とされる。駅周辺のうち、国道1号に違法駐輪された自転車については、道路管理者、 国土交通省による対策がなされてきたが、7日間、程度放置された車両のみを撤去対象としていたため、対策が追いついていない実情があった。このため、2010年9月からは、放置期間にかかわらず、対策を行う、即時撤去こととなった。なお、一連の対策については、京都市内の他の地点、国道と建設して立地する駅の周辺でも行われ、費用は、 国費で賄われる。京都市営バス、京阪バス、三重交通、大阪バス、京都観光バスのバス停が、五条大橋東詰め、五条通りと川端通との交差点東側の五条通り沿いに設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。